ジビエ。ジビエとは、狩猟によって、食材として捕獲された、野生の鳥獣を指し、フランス語である。英語圏では、ゲーム、ゲームと呼ばれる。畜産との対比として使われることが多い。狩猟肉。本来はハンターが捕獲した完全に野生のもの、ソラージュを指すが、供給が安定しない、また、入手困難で効果になってしまうといった理由で、 飼育してから一定期間夜に放ったり、また生きたまま捕獲した後に餌付け知りした動物も、ドゥミソバージュ、ハン、野生と呼ぶ場合もある。近年では、狩猟から供給される、鳥獣肉を使った料理に、ジビエと入れるケースがある。ジビエを珍味と称して生殖するのは感染症や、肝炎、寄生虫のリスクがあり、大変危険である。ジビエのハンティングでは、 銃弾の種類によっては、過食部分は大きく損傷してしまったり、内臓が飛び散って味が悪くなってしまったりすることがある。ジビエ特有の獣臭は、血抜きの技術に大きく左右され、血が残っているほど臭いは強くなる。逃げ回った獣は、体温が上昇しており、なるべく早く肉を冷やさないと急速に旨味が損なわれると信じれている。そのため仕留めた後も、 血抜きや解体といった処理を行う習慣がある。解体は内臓を摘出し、一旦きれいな水で肉を冷却し、皮を剥いで脱骨や生肉をする。しかし、最近のジビエブームでは取って、すぐに食べるのではなく、数日から一ヶ月ほどかけて熟成、不残ダージュ、させてから調理することを主張する者も,もいる。 熟成肉には後実の国産ジビエ認証制度まで長らく統一規格が存在せず、稚拙な方法を用いれば食中毒や有害カビ増殖など健康被害のリスクを高めることになる。野生の鳥獣は冬に備えて体に栄養を蓄えるため秋がジビエの旬となる。これはジビエの胃の内容物を調べることでよくわかる。陶器には ジビエの餌となる果実などが減少するため、年越し頃から一般に肉質は低下する。また、繁殖期前は油が乗り味が良くなるが、繁殖期を過ぎると一気に味が落ちる。夏バテをしやすい動物もいる。旬を見極めるには知識が必要である。日本ではジビエブームだが、古くは狩猟によって食料を得てきたヨーロッパでは、 イベドのの流行と共に政府が温度ををって、てジビエの危険性をキャンンペーンしている。日本で一般的に肉食が広まったのは明治時代以降とされているが、それ以前、特に不摂触界を持つ仏教普及前には狩猟、肉食の文化はあった。マタギを含めた漁師が鹿や熊、イノシシを取っていたし、海から離れた山岳地ではツグメやキジなどの野鳥も食べられていた。 ウサギを、ひとはにはと数えるのも、鳥と偽りながら食べられていた名残である。江戸時代の江戸においては、近郊の農村から仕入れたその手の肉を取り扱うも、文字屋と呼ばれる店が存在していた。そうした意味においては、日本人もジビエを食べてきたと言える。フレンチ食材としてのジビエは、1990年代の中頃から日本に輸入されるようになった。ピジョン、ハト、コルベール。 ペルドロー、フザン、リエーブル、シュブルイエなどがフランスから入ってきている。ただし、すべてがフランス産というわけではなく、ベルギー、イタリア、スペイン、ドイツ、さらにはオーストリアなどで採れたジビエが一旦フンスに集められる。これは日本における権益の都合によるものである。テレビ番組、料理の鉄人でジビエ対決が組まれるなど、知名度が上がるにつれて、 ジビエ料理を出すレストランも増えてきている。現在日本ではジビエを入手するには、専門の業者、肉屋に依頼する方法が一般的だが、国内の漁師とつながりのある肉屋、または食肉処理施設を持つ漁師から直接買い付ける方法もある。ジビエの品質は年齢や性別など肉質が不揃いで当たり外れがあり、実際にさばいてみないと確認できないことも多い。また、 費用や労力がかかる上に安定供給できない、効率の悪い商材のため、相場感も独特である。ジビエの流通では信頼関係や目利き、経験が重要となる。日本国内の多くの都道府県では、イノシシや鹿シなどによる農作物や樹木の食害に悩まされていることから、生息密度をコントロールするために、長寿被害対策実施体を組織するとともに、 地元領有の協力を得て、毎年一定量の有害鳥獣駆除を行っている。しかし捕獲された野生動物肉が食肉として利用されることは少ない。例えば2006年に長野県で駆除された日本自家約9200頭のうち、食肉となったのは820頭でわずか9%に過ぎない。大半はハンターに自家消費されたり、山中に埋設されたりしている。 そうした中、平成20年2月の長獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律が施行された以降は捕獲した鹿をもみち鍋ばかりではなくジビエとして消費を拡大し特産物として地域振興につなげようという動きも多い。長野県大鹿村などでの取り組みが代表例として挙げられるが近年は 全国各地の自治体も取り組み始めている。牛肉を単に肉屋や地域特産物販売所に並べるだけでは地域振興にはならず、販路の確保と調理法の普及が重要であると指摘されている。鹿については人間用の食肉に向かない小さな駆除個体や消費しきれない分はペットフードに加工する取り組みも行われている。前述のような背景から、 駆除した鳥獣の肉を有効利用し、地域振興にも生かすためジビエ料理の普及拡大を図る日本ジビエ振興協議会、後に日本ジビエ振興協会へ、解消が2012年に発足。流通加工技術の向上と情報交換のため、2015年には第1回ジビエサミットが開催された。また前日、工術のような衛生面の問題を防ぐことも兼ねて、 農林水産省は2018年5月18日、鹿とイノシシについて国産ジビエ認証制度の制定を発表した。解体までに獣医師による病原微生物や寄生虫の検査が行われておらず、リスクの高い肉と指摘されている。寄生虫症、E 型肝炎ウイルスや病原性大腸菌などの食、中毒原因病原体に汚染されているため、生で 食用とした場合、感染症を発症する恐れがある。厚生労働省は、よく加熱して食べるように注意を促している。2016年に、熊肉の焼肉やカツに調理した料理を食べて、専毛中、鳥ひな食中毒を発症した事例を受けて、厚生労働省は、改めて、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針、厚労省、2014年の遵守を求める通知を、発した。 ジビエ肉を食べた当人に自覚症状などが出なくても、その献血から輸血された病人が、ジビエ肉由来の病原微生物により発症した例も、報告されている。また、人だけでなく、ペットに対しても、重生肉を与えることを止めるよう指摘している、獣医師もいる。野生動物には、ダニなどの吸血性節足動物が付着しているため、捕獲、運搬、解体作業時に、 直接の作業従事者以外にも従事者の家族や近隣住民も日本高反熱や重症熱生血、障害減少症候群に感染する恐れがある。2014年に厚労省は一連の処理に関わるカラーアトラスとガイドラインを作成し発表している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。